平均点60点のものが10個あるより80点90点のものが2つ3つある方がいいと思うんですよ。なるほど。僕の考えは、うんうん、だから何でも食べれる大衆食堂じゃなくてカレー専門店でいいと思うんです、うんうん、じゃあやっぱり自分の得意を伸ばす、得意を伸ばすが一番いいんじゃないかと思います。だからプロだとそれだけでもやっぱりダメな部分も確かにありますので、うんうんうん、まあ一応、まあ、練習とかできないなんかやっていくのは当然必要にはなりますけどね、うんうんうん、はい、いくつマジックできますかとか言われてる、それ答え方ってマジシャンによっていろいろ違うと思うんですよ。いくつマジックできますお客さんにレパートリー何種類ぐらいあるんですか。安倍さんはいくつレパートリーありますか。あの僕はいつも料理に例えるんですね、うん、料理と一緒でレシピがあれば何種類もできるんです。まだ取ってない、取ってます。料理と一緒でレシピがあれば何種類もできるんですよね。料理作れるのとそれが美味しく作れるのかって別じゃないです、うん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 、ただ何種類できますかってやれればレシピがあれば何種類でもできますって言います、うんうんうん、ただ得意として普段やってるのは本当に10種類ぐらいです。100個できますより10個、だから10個僕いらないと思うんですよ。どんなシチュエーションでも完璧にできるのが僕3つあればいいと思ってますね、僕の中はね。からその例えば風が強い日とか、うん、風が強い日ね、あ例えば路上、うん、あの路上とかどんな悪影響の時でも、うん、とにかく何でも確実にできるネタは3つ欲しいなと思ってます。うん、まあそれぞれの毎社の考え方ありますからね、うんうん、はい、マジック始めた頃っていっぱい覚えたくて、はい、ね、いっぱいなんかメモして、はい、なんかこれもできるようになった、これもできるようになったって、はいはいはい、すごいなんか数をすごい気にしてたっていうか、それは最初のうちは必要ですよ、はい、でなんかあもう100個も覚えたみたいなマジックを、うんうん、だけどやっぱ年マジックをやっていった時に、うん、やっぱり演じないものっていうのがやっぱりどんどん増えてきた時に、ね、最終的には例えば30分ショーとか、うんうん、そういうので、うん、ある程度のルーティーンというか、うん、これから始まってこれで終わるみたいな流れができてから、うん、それが固定で、うん、もう数年もう10年ぐらいずっと繰り返しやってようやく形になったかなっていう感じ。最初はだから必要ですよね、うんうんうん、5つしかない選択肢のうちで3つ選ぶんじゃなくて100ある選択肢の中で選ばれる3つってのはそれは最高ですから、うんうん、それやっぱりいろいろやってみて、やって覚えるのは重要ですね。最終的に得意というか自分に合ったものとか自分に合った得意なマジックを、うん、まあ、最低だから3つあれば仕事としてできるっていうことですかね。まあ、本当はね3つだと思うし、まあ、僕はでも5つあればいいと思って、うん、さっき3つって言いましたけど、確実にできない3つは欲しいなと最新に僕今でも思ってます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。コマーシャルトリックがね3つあれば5つ3つあればコマーシャルトリック、ああそうですね、あの人のあれが見たいみたいな、そうです、この人だったらこれみたいな、それが欲しいですね。やっぱりそれですかね。いやそれで例えば、うん、あのさっきのこの間の話じゃないですけど、うん、それがあるとあの人のあれが見たいって言って呼ばれるようになってくると、うん、どんどん広がってきますよね。